インディアナ大学ヘルスピープルムーバーは、アメリカ合衆国のインディアナ州インディアナポリス市にある、延長 2.25km、期間線2 1 9 m m の狂気前、自動無人運転車両システムである。以前は、クラリアンヘルスピープルムーバーと呼ばれていた。インディアナ大学ヘルスによる一つの病院として、共同で経営されている、インディアナポリスメソジスト病院。 インディアナ大学病院及びジェームズ・ウィット・コーム、ライリー小児科病院を連絡する路線として2003年6月28日に開業した。線路は単線並列で一般旅客が乗車できる形で24時間運行がされている。所要時間は5分、日中は6分間隔で運行される。当システムは行動より上空で走行するために建設された。 アメリカ合衆国で唯一減損する民間交通システムとして有名である。インディアナ州では1997年施行の法律により3つの病院が経営統合され、1万人以上のスタッフが3つの病院間を行き来する必要性が生じた。3つの敷地間を往復するのは複雑であり、シャトルバスによる週間高速道路65号線との交差が必要であった。 2000年5月に保健医療交通システム経験契約が調印され、続いてピープルムーバーインディアナ州空域契約及びリースが調印され、2000年11月には25年間の週間高速道路65号線下の横断が認可された。レール間の大きな感激は雪が溜まるのを回避している。中央には ドキュメントおよびサンプル転送用の基礎管がある。当システムはカリフォルニア州3のゼカラのシュワガー・デイビス社によって彼らのユニトラック企画で建設された。単線並列の高架化ガイドウェイが並んでおり、双方の線路とも両方向に運行されている。コンクリート製レール間には冬場の雪対策として感激があり、ピープルムーバーは技術的にモノレールではなかった。 車両は3両編成で、各線に1編成ずつの計2本が配置されている。編成重量は20トン。編成定員は81人で、そのうち着席定員24人分の座席が設置されている。夜間は保守点検のため1本の線路が18時5時30分の間閉鎖され、2本目の線路を走る列車をエレベーターのような方式で呼び出すオンデマンドモードで、 運行している。ありがとうございます。